いろいろあったな。お前が一味を抜けてまでメリーにこだわったのも今は納得できる。メリーは本当に勇敢な船だった。そしてこの船に乗り換えてから最初の冒険が、よほほほほほ、いよいよ私と皆さんとの胸躍る出会いですね。私胸は、見て、きれい。お、あ、なんだあれ、なんか飛んでるぞ。泡、おお、幻想的。シャオニーショコラ。あの、私の話は、ブルックを加えた麦わらの一味はグランドラインを半周し、航路を縦に貫く絶壁の大陸レッドラインに到達した。この大陸を越えて新世界に入るためには職人の手で船をコーティングしてもらい、深い海底にあるという魚人島を目指すほかないという。シャボンディ諸島に上陸した麦わらの一味はかつては海賊王ゴールドロジャーの船の副船長だったという冥王レイリーと運命的に出会い、船のコーティングをしてもらうことになった。しかしその前にルフィたちは世界貴族天竜人を殴り倒すという大事件を起こしていた。天竜人に手を出せば海軍本部の大将がやってくる。船のコーティングに要する時間は3日間。その間海軍から逃げ回ることを決めた麦わらの一味はレイリーの店を後にし、すでに海軍が動き始めているヤルキマンマングローブの森へと足を踏み入れた。ここからはサバイバルですね。よほほほほ、怖い。相手は大将だ。誰か死なねえように死ねえとな。縁起でもねえこと言うな、てめえ。誰だ、お前。下がれ、ルフィ。そいつは七部会だ。七部会、分かってんだから始めから全開だ。こう、皆さんお気をつけて。あっちは一人だが、こっちは一人じゃねえ。野郎がどんなに強くても怖がることはねえ。一緒に行こういいわよ。やった、やっつけた。うわ、俺たちすげえ。まだ安心はできない。決め切ったすぐに次の敵が現れる。麦わらの一味だ。奴らを一人も逃すな。先兵、一斉攻撃を開始する。海賊どもを討ち取れ。分かった。
回だけあって次々に援軍が来やがる。雑魚ばかりだがこの数の多さは厄介だな。これで大将まで現れたら目も当てられません。私目ないんですけど。ゾロ来てくれ。お安い御用だキャプテン、任せとけ。Yep.
ここを通れば近道だ。早くみんなを助けねえと。海軍大将の本気を見るかい。誰も逃がさないぞ。いや、セカンド。ずいぶん疲れてるようだね。ゆっくり休むといいよ。速度は重さ。光の速度で蹴られたことはあるかい？蹴られないよ。だったかね。美人でもね、海賊は見逃せんでしょうが。ちょっとやだ。こっち来ないでよ。
だよね。一応捕獲しておくよ。ラインシャボンディ諸島12番グロール。この日、船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。やったな！
シッシッシッ。